ナスノーは直近6試合で58奪三振、野茂英雄、カーショーら球団5人目の快挙。今季ドジャースに加入したタイラー・グラスノー投手はここまで9先発で6勝1敗、防御率 2.53。 先発ローテの中心として活躍している。直近6登板では58三振を奪っており、これは球団史上5人目の快挙だという。ドジャース専門ポッドキャストインサイドザラビーンで司会を務め、米局 ESPN の番組にもゲスト出演するブレイク・ハリス氏は自身の X、旧Twitter で6試合で58三振を奪ったドジャースの投手たちとして5投手の名前を伝えた。ダジー、バンス、サンディ・コーファックス、野茂英雄、クレイトン・カーショー、そしてグラスノー、そうそうたるメンバーが並ぶ。グラスノーは4月9日、日時間10日のツインズ戦で14奪三振を記録。そこから後、10、9、10奪三振と推移し、直近登板の10日、同11日パドレス戦で10奪三振。計58三振を奪った。ファンは、超素晴らしいとコメントを寄せている。今季通算57回を投げて、両リーグ通じてトップの73奪三振。昨オフにレイズからトレード加入し、5年総額1億3500万ドル、約210億円の大型契約を結んだ。イケメン右腕は、好調ドジャースの大黒柱として躍動している。ドジャースとの入団交渉の際には、すでに加入が決まっていた大谷翔平投手からの、私は君のために何か塁打を打ちたいとの動画メッセージも決め手になっていたと、米メディアが報じていた。フルカウント編集部、